こんにちは、速稼塾の久保でございます。7月になりましてね、改めて運についてちょっとねまとめてみようかと思います。まあ今まで私はですね、運というものが宿命と運命というものに2つに大きく分かれるというお話をしてまいりました。そして宿命とは生まれ持って自らに宿ったもの、自分が選択できずに与えられたものを指します。例えばいつ生まれたのか、どこで生まれたのか、誰から生まれたのか、こういったものは自分で選択はできません。しかし宿命と違って運命ってのは自分で操作することができるんですよね。例えばね、適当に不潔なものばかり食べていたらお腹を壊しやすくなる。つまりチャンスの時に体調を悪くして、わあ運が悪いなってまさにそうなるわけですよね。ですんで衣食住を司るものが運命を司ると言えるのかなと思うんですよ。どんなところに住むのか、これも運にものすごく作用すると思います。そしてどんなものを着るのか、これによっても他者からの見方が変わってきますね。例えばいつも白衣を着てる人、お医者さんに間違えられる可能性強いと思いますし、やっぱりお医者さんなのに白衣を着てないとお医者さんというふうにね信じてもらえないことがあるかもしれません。まあそういった意味で着るものってのはね、結構他者からどう見られるかに影響するわけですよね。でもっと言うとですね、まあ女の子なんていうのは可愛らしい服を着るとモテやすくなったりする、まあ、そんなこともあるかもしれません。そして着るものによっては老けて見えたり不潔に見えたり近づきたくないような人に見えたりするという運の作用もあるのかもしれません。そういった意味を持って運命ってのは自分で作り上げることができるんじゃないかなと思ってます。さあそれで今日はですね、人間がどんな民族として生きているかってことにこうやってね考えを移してみようかと思うんですよ。さあ運のいい人生、運の悪い人生、どういうふうに積み分けられるのかっていう、まあ、その角度をねちょっと変えてみていると、狩猟民族、農耕民族っていうふうにありますよね。例えばね、狩猟民族ってのはいろんな土地に狩りに行くわけですよ。だから行った先がどんな環境になっているのか、行った先にどんな危険が潜んでいるのか、行った先にもしかしたら他の狩猟民族がいるかもしれない、戦争になっちゃったりするわけですよね。だから狩猟民族は毎日毎日見ず知らずの土地に出かけていって、さあ今日は獲物があるかなどうかなっていうふうに半ばギャンブルみたいなことをやってるわけなんですよ。まさに運っていうのはサイコロの目を転がすように自分では全く操作できないところに運命を、そして自分の命をかけていくってことになっちゃいます。これが狩猟民族の運に対する概念だと思います。そして農耕民族の概念はどうでしょうか。どう思います？確かに農耕民族も自分で例えばお米を作ったり野菜を作ったりして、それが干ばつによってできなかったり、洪水によって流されたり、運が悪いなという気になるかもしれません。しかし洪水が来た時のためにちゃんと水路を作って水没しないように工夫しておくという先手を打って努力することによって運を持ってくることができるわけですよ。またですね、運悪く干ばつになっちゃった時、水を貯蔵しておくことによって干ばつであってもきちんと食料品ができるように対策をすることができる。つまり農耕民族っていうのは運を自分の力でコントロールするっていうことを覚えていったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、このように大きくはですね、狩猟民族と農耕民族に分けて運の概念が大きく違うことも考えられるかなっていうふうに思ってます。さらに農耕民族、狩猟民族の両方に属さない日本国民はどうだったでしょうか。日本人って農耕民族じゃないのって思うかもしれませんけども、正確に言うとね、農耕民族ではないんですよ。農耕民族はせいぜい2000年とか3000年ぐらい前から始まったんですよね。まあでも長い歴史の中で私たちは農耕民族に変化したとも言えます。じゃあ元々のルーツは何だったのか。それはですね、畑を積極的に耕したわけでもない、ましてや狩りに行ったわけでもない第三の民族だったんですよ。それが何かっていうと、
貝塚っていうものをご存知ですかね。つまり貝を取って食べていたんですよね。貝ってのは、まあ、砂浜に行ってですね、シジミ、アサリ、こういったものを拾ってくるわけですけども、十分なタンパク源と各種栄養素が入っていて、水の中にボチャンと入れて下から火でグツグツ煮る、それだけで食べていけるわけですよ。で、この日本には各地に大量の貝塚ってものが発見されています。私の住んでる近所にも歩いていけるところに貝塚の跡地があります。今ご覧いただいている草戸宣言っていうね跡地ですけども、まあ、ここは直接関係ないんですけどもね、なんとなく雰囲気がありますんでバックグラウンドにしてます。これもね、広島県の福山市の福山城の中にある記念館の中にジオラマが等身大で再現されていて、私もね何度か行ってるんですけども、なかなか圧巻ですよ。まあ、こういった昔から続いてる土地ってもののね遺跡を見ると、やっぱり貝塚ってものと、それから農耕民族ってあることがよくわかるわけですよね。間違っても日本人は狩猟民族としていろんな土地に出かけていったり、他の国に出かけていったり、略奪をしたり、それからそこの住んでる人の生活を破壊して洗いざらい持ってくるみたいなことをやっていたわけではないってことがわかるんですよね。そういった意味で日本人っていうのは、その運っていうものをね自分で育んできた民族と言えるかもしれません。そしてついでにもう一つ申し上げますけども、日本人の考えている運っていうのはですね、自分が受け取るための運ではなくって、次の世代、孫の世代、将来の世代に向けて運っていうものをプレゼントしていたってことがわかります。逆に言うと、今私たちが運がいいってことは、ご先祖様が頑張ってくれたってことなんですよね。これを魂って言うんですよ。昔から未来に続く思い、これが魂です。日本人魂です。魂というのは自分のために使うものではなくて、あくまでも後世のために前の世代から受け継いだものをバトンタッチしていくもの、こう考えたら運というものが見えてくるかもしれませんね。具体的に言うと、山、川、野原、町、こういったものを次の世代に残すために大切に大切にすることによって、次の世代も困らずに農耕ができる、楽しむことができる、洪水を避けて暮らすことができる。洪水用の堤防ってのは昔ですね、50年とか100年かけて作ったと言われています。じゃあそれは自分たちのためなんですか？そうじゃないですよね。もしかしたら自分たちの世代には全くこの堤防は働き損の無駄になるかもしれないけども、でもそれをすることによって自分たちの子供、孫、もっと先の世代は洪水に恐れることなく暮らすことができるんではなかろうかと。それこそが次の世代に運の良い時代をプレゼントする先代の義務なんではないかなっていうふうな魂を送っていったわけですよ。そうやってどん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 日本の環境っていうのは良くなってきたんではなかろうかと思いますね。これも結局野山な自然と共存してきた日本人だから持ってる感覚なんじゃないかなと思います。はい、基本的に私たちは生まれ持ったところに死ぬまで住んでいきます。おそらく自分がこうやって生きてる中で目にする子供たち、次の世代、こういった人たちは私たちの暮らしてきたこの町、森、豊かな山、こういったものを引き継いでそこに暮らすんではなかろうか。だから山を伐採してそこにソーラーパネルを植えたら気持ち悪いなと思っちゃったりするわけですよ。しかし海外の人から見るとそんなことしたことじゃないですよね。あそこを伐採してソーラーパネルを作って儲けて、そして儲け逃げしよう、いざとなったら自分の国に帰っていきゃいいっていう風な形になるんで、やっぱり今はね、この日本っていうのは狩猟民族に狙われてるんではないかなという風に思うわけですよ。いや、どうですかね、ちょっと運の話から随分と長くなりましたけどもね、まあいろんな捉え方があると思いますけども、私は今そういう風にね考えてるかなというところでございます。さあ、それではね、 AI の方に運って何ですかっていう風に聞いた回答がありますので、まあここまでご覧になった方、ついでにあと2分お付き合いください。それでは私から以上です。運とは人の意思や努力ではどうしようもない巡り合わせを指す言葉です。日本語には運を天に任せる、運が悪い、運が味方するなど、様々な運に関する表現があります。これらの表現は
湯が人の生活に大きな影響を与えると考えられてきたことを反映しています。しかし湯が単なる偶然の出来事なのか、それとも何か別の力によるものなのかについては古くから様々な議論があります。科学的な視点から見ると湯は単なる偶然の出来事であると考えることができます。しかし人間の脳科学や心理学の研究からは、人は無意識のうちに様々な情報を処理しており、それが意思決定や行動に影響を与えていることが分かっています。つまり運の中には偶然の要素と人間の無意識の働きによる要素が複雑に絡み合っていると考えられます。また社会学や文化人類学などの研究からは、運に対する考え方は文化や社会によって異なることが分かっています。例えば日本では運という言葉がよく使われますが、英語にはラックという言葉があり、日本語の運とは微妙なニュアンスの違いがあります。このように運とは様々な側面を持つ複雑な概念です。運を完全にコントロールすることはできませんが、自分の行動や考え方を変えることで運を味方につけることは可能かもしれません。以下は運を味方につけるためのヒントです。前向きな考え方を持つ前向きな人はチャンスに気づきやすく、行動を起こすことも多いため幸運を引き寄せやすいと言われています。感謝の気持ちを持つ人は周りの人との良好な関係を築きやすく、助けを得やすいと言われています。積極的に行動する、何もしなければ何も起こりません。積極的に行動することで新しいチャンスに出会うことができます。諦めない、すぐに諦めてしまう人は成功の機会を逃してしまいます。最後まで諦めずに努力を続けることが大切です。運は人生の重要な要素の一つですが、全て大運のせいにするのは避けるべきです。自分の努力と行動を信じ、前向きに行動することで運を味方につけることができるでしょう。